歌川広重、東海道五十三寺、西坂西坂塾は、東海道五十三寺の25番目の宿場である。現在の静岡県掛川市西坂にあたり、東海道の三大難所の一つとされる西予の中山の西六に位置する。宿場の西の入り口には、ことにやわたを要する。古くは、入坂、西坂、新坂など様々な字で記されており、 大井川の安倍の金谷塾と、潮の道と交差し、城下町でもある掛川塾との間にあって、規模も小さかったが、江戸時代に入って、正式に五十三時に加えられて整備され、地元にすかに統一された。明治時代に入り、東海道本線が、左夜の中山を迂回するために、この宿場を通らず建設されたため、衰退を余儀なくされたが、戦後国道1号線は、 左右の中山の北側の沢を改作する新ルートを開き、この宿場を経由して整備された。1955年、小笠郡西坂村が掛川市に合併し、それ以降は掛川市の大技となり、現在に至っている。とうとう海国佐野郡のうち、戦国期にはすでに存在したとみられる。強格使用者王任二年上の京都より鎌倉までの宿次第の中に、 県外宿の次に、西坂とあるのが初見。ついで、早朝式の応江6年2月21日上に、21日、山を、小雪区川という川も、この山の中なりこの山半ば越えて、西坂というとあり、連ン市芝屋県総長が金谷から、佐野の中山を越えて、掛川に至る途中、当地を通過している。東国気候にも、佐野の中山も近し、 日坂という茶屋に休みてとあり、時継ぐ狂気にも山品時継が日坂を通過したことが記されており、当地が東海道の交通の要所であったことが伺われる。その後永禄十二年、徳川家康は、東東海国に侵入した家出との構想に及ぶが、その際、東東海国の領主朝比奈十三門の城らは、家康に属し、永禄十二年一月二十八日の徳川、 家康三鶴行場により、給料の代わりに、当地以下を新たに三鶴行われている。また道場により当地は、それ以前は、今川市の新鶴見助渡森の所領であったことも、わかる。天正末年、徳川家康は、両国支配を強化するために各地に七か条定め書きを、発するが、当地に対しても、天正17年7月7日付定め書きが、書かれている。 はじめ山内史料、後幕府領。村高は、文禄二年の県地では、日坂村として見え106国余り、元六高町137国余り、天保協町241国余り、旧高給料は、日坂宿137国余り、他に、新坂村として72国余り。東海道53寺の一つで、東の金谷宿へ一二24町、 西の掛川塾へ一里二十九町、天馬役は、慶長六年三十六県が定められ、寛営十三年新天馬二十四県、同二十年さら十六県が、天馬屋敷となった。この時、小宮町も十六県が、天馬屋敷となった。宿の町並みは、東西六町半。宿の東を上町、西を下町といい、小宮橋から異性を、小宮町という。 天保十四年の夜数百六十八、人数七百五十。本人、脇本人は本町に一箇所あり、宿役人は問屋一、年寄り四、受け払い二、長付け5、馬刺し三、人足割三、同化役六が置かれた。常備人場は百人百匹、内定め囲い人場は五人五匹、臨時囲い人場は二十五人十五匹。考察場は下町に一箇所ある。 衝徳元年の神馬鎮船の定めでは、金谷塾まで、荷物一打145分、乗がかり二人とも145分、京市竜馬一匹94分、一足一人71分、掛川塾まで、荷物一打94分、乗がかり二人とも94分、京市竜馬一匹61分、一足一人47分、天保17年、打鎮、一足鎮船とも、 約5割増しとなる。スケ号は、佐野郡15カ村、上等郡14カ村、灰原郡1カ村の30カ村、高1万2968国余りであったが、安永後初年村困窮につき3928国を免じ、この分上等郡13カ村を加えて43カ村となった。その後上等郡カナヤ、岩井寺両村が免除され、変わって、 道軍田中村以下七家村が加えられて四十八家村となった。宿の名物は、わらび餅で、林羅山の平身気候にもその名が見られる。河地国の出身で東宿に三十数年往来した、下作釈立へ亭期蘭の東海道人物誌には、東宿内の文化人として二十六人の名が挙げられている。茶頭は、若宮八万、金山社、 相当手術根源寺、浄土新州法山寺。明治元年寸布半領、同4年に静岡県、浜松県を経て、同9年に再び静岡県に所属。明治維新後、東海道の交通量が増加したため、明治12年難所であった西予の中山に、新道建設が計画され、翌13年に、日阪金谷間6.6キロの中山新道が完成。 明治22年国鉄東海道本線の開通により宿としての機能は衰退した。明治6年日坂学校創立。1889年からは日坂塾、大野村、さよの鹿村が合併して日坂村として佐野郡に所属。日坂塾は大座日坂となる。東山村との組合役場を大座日坂に設置。 1896年から小笠郡に所属。1901年組合を解消し、日坂村役場となる。1889年の多56兆9貫余り、畑70兆2貫余り。同年日坂人城小学校開校。1891年の個数296、人口1661、馬屋6。 1913年に主要農産物は、米977国、麦426国、茶12,780麻油8国、くずふ22,426万館など。1910年に、掛川、日坂間に乗り合い馬車が開業。1925年に乗り合い自動車に変更。1931年車場通行のビムを図って、 東海道に日坂トンネルが開通した。世帯、人口は1920年の308.1、687、1950年373.2、115、1955年に掛川市に合併。加工技は同志の大技として存続。ウィキメディアコモンズには日坂塾に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。